はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。ちょっとね、いつも使ってるタブレットがちょっと電池切れになってしまいましたので、ちょっとね、今回また、違うタブレットで撮影してみようかと思います。あれなんですね、ちょっと違うのか、ちょっといつもとなんかちょっと視点の感じがなんかちょっと違うな、慣れてないか、下の画面の方が映りがあれなんだ。これぐらいのあれ視点にならないといけないんですけども、ちょっと上なんやな。スコットはごめんなさい、ちょっとしないといかんってことか、そういうことやね。しかもこれなんていうのかな、ちょっとズレがあるんですよね、いつも使ってるタブレットと比べたらね。こういう感じになるのか、ちょっとズレあるな。とりあえずこれで、はい、はい、ちょっとねもう少しやりたいのでね、はい、ちょっともしかしたら途中でね録画が止まってしまうこともあるかと思いますが、はい、すいませんね、ちょっとまた今回もロックマンでね、ちょっと気が済むところまでやりたいところありますからね。でもこれの方が画質いいかもしれないですね、いつも使ってるタブレットよりね。はい、まあ、画素数いいですからね。僕はいつも使ってるタブレット、めっちゃ古いやつね、5年ぐらい前のやつですから画素数悪いんですけど、これは画素数いいですか。ただね、撮影に慣れてないからあんまり使わないんですよ、これはね。はい、ちょっとね、一つ試したいことありまして、この出現ブロックチャレンジの前やったんで、クリアしたんですけど、ちょっとね、検証みたいなもんでね、確かめたいことがあるんで、ちょっとやりますね。はい、とりあえずさっさとここをクリアしてですね、ちょっと検証したいことがありまして、はい、すいませんね。なんか知らんけど、あれやな。あー、しまった、装備してないや。これ装備忘れあるな。はよ出てこいよ、おい。あまり体力減らしたくないんですよね。そうじゃないと、ちょっと僕が考えてる検証ができなくなっちゃうんで。あー、しまった。消えるんすね、なんか知らんけど。よし、行った行った。これも2号ですね。回復欲しいとこやけどね、1アップいらないよな。まあまあいいか、とりあえずね、まずとりあえずさっさとね、ちょっとまず進まなきゃいけないんですよ。ちょっと僕はね、やる試したい検証はね、綺麗に映らないな、えらい。
ぼやけてんな。なんでや。これはダッシュ Z ですね。あー、しまった。何してんねん。ちょっと待たないかんね、ここな。はい。で、ここでワイヤー。これぐらいかな。はい。で、ここは、ラッシュ Z。これは5ですね。あー、しまった。おい。なんか知らんけどね、ラッシュジェットがね、ちょっとこう、なんつうのかな、タイミング悪い時あるんですよね。あ、またや。なんなんやろな、これな。で、ここもラッシュジェットうまいことね、タイミングよく出さなきゃいけないんですよ。よし、いった。ここですね。この面で検証したいことがあるんですね。まず、フレーム。はい、これでラッシュジェットじゃない、ジェットロックマンで飛んでいくんですね。はい。これね、あっちに行かずにね、こっち側に行って、ボスを倒したらどうなるのか試したいんですね。やられるからな。やられたらまた最初からになるから、下行くしかないな。これはこれ取りたいね、なるべく。よし、取れた、よかった。どうしな、こいつ結構強いからな、こいつ。これでね、このボス倒したらどうなるのか試したいんでしょう。クリアすることになるのかどうか。これ、ロックマン6のね、ワイリーステージのボスなんですけど。あ、倒しちゃった。どうなんだこれ。あ、クリアなんのこれで。これでもクリアになるんや。そうなんやね。そうか。まあいいや。ちょっとね、ちょっと試してみたかったんですよね、これはね。はい。じゃあ、ワイリーマシン5号をちょっとね。じゃあ、こっちか。これか。うん。これ、ちょっとさっきね、やってる途中で切れたんですけど。ノーダメージで倒すの厳しいよな。なるべくならね、ダメージ受けずに倒したいんですよ、こいつは。危ない危ない。あかん、食らうな、やっぱりどうしても。こいつはなんとかな、いい弱点があればいいんですけどね。フラッシュどれだったっけ。あ、フラッシュ、そう、グラビティホールドやね、これね。あ、効かないよな、やっぱりな。あ、チャレスキックはできるわけないもんな。これも効かないよな。パワーストーン使ってみるか。あ、やっぱ当たらんないな。で、ウォータイムはできないから、ジャイロアタックは。あ、くそ、当てれんかった。
難しいな、これ当てんの。真上にはこうね。お、食らった。あ、しまった。食らったけども、あまり与えてないか、ダメージは。クリスタルアイ。あー、やられた。これなんかいい弱点が見つかればいいんですけどね。またこっからになるからな。あかん、くそ。このね、弾をなるべく避けることによってだいぶね、あー、どこっとんねん、おい。3DS は十字キーが効き悪いんですよね。だからね、違う方向を打ってしまうときあるんですよ。操作性の悪さがすごいな、これ。はい。クリスタルアイは。あ、くそ。難しいな、当てんの。あー、くそ。こいつもちょっとね、いい感ないと倒すの無理ですからね。こいつをノーダメージで倒すことができたら倒すチャンスがあるんですけどね。ノーダメージっていうか、もうなるべく食らわずに倒せたらね。やっぱどうせ無理やな。どうしてもこれぐらい食らうな。避けんの無理ですよ、こんな。はい、やっぱりな、この体力、これぐらいの体力になっちゃうんですよ、どうしても。しょうがないな、ビートしかないな、これな。ちょっと待って、クリスタルワイ。あー、くそ、惜しい。どれぐらい切るかを試したいとこあるんですよ。あー、あんま減ってないな。いや、もういいわ。スーパーアローはどうやろうな、これ。こいつに効くのかな。低い位置に出てきてくれたらな、いいんですけどね。あかん、くそ。見事に出てくるもんな、ロックマンのところにな。ほら。これね、瞬間移動するからね、予告できないんですよね、出てくるところがね。難しいな、やっぱりこいつは。こいつも無理ですね。無理的。無理認定やな、こいつも。無理認定ありですね。よし、ちょっと今回結構体力残った。これでじゃあビートやってみようか。しょうがない。ほら、こうやってね、なんつうのかな、出てくるところがやばいとこに出るからね、避けられないようなとこに出てくるからね。こう近くに出てきたらもうほぼ避けられないですから。ほらね、これな、こんなん絶対無理やん。絶対避けられへんやん。100% 無理ですよ。これ運もちょっとありますね。運も絡んでるな。もう時間的にこれ間に合わない気もするけどね。これでうまくいったとしても、こうやってたまたまね、遠くの時にね、来てくれたのってだいぶ違うんですけど。あかんな。あと6発ぐらいやもんね。あ、なくなった。なくなったかよ、これ。ちょっと待って。じゃあ、ロックバスターで戦うしかないんですね。間に合うかな、こんな。あかん。くそ、近すぎるわ。出てくるところが抜けられるわけないやん、そんなもん。今のは惜しかったな。あ、どこっとんねん、おい。反対打っとったやないか、今、おい。ボケが、ほんまに。あ、無理やな、こいつも無理認定やな。絶対無理や、こんな倒せるわけないよ、こんな。こんな体力じゃ無理やな。
無理でしょう。スーパーアロー当てれるかな。アークソンに消えた。あかん。あ、今当たったけど減ってないな。あかんな。このタブレットあんまり画質良くないな。あかん、クソ。これね、運も絡んでますからね。これうまく避けられるかどうかはね。あかん、クソ。厳しいな。絶対これぐらい減るな。これね、ビートを使うのはいいけどね、1しか減らないからな、ダメージね、与えるのが。この時にね、ロックマンもため打ちができたらいいんですけど、できないですから。